の。やばい、最近多いよね。ダジャレ多いなって僕も思いますよ。最近良くないなって。良くない流れやなって。かけてる。かげってるっていうのやばいな。バチおもろいな、かげってる。いいね、ダジャレ言っちゃうことかげってるっていう、今度から。それでなんか文句言われたら、だってリスナーが言ってたからって言うから。だってみんながかげってるって言ってたからっていうね。やばやば。かげってるがあんまりよくわかんないよって人がいたら、ビダスユニバースってところのメンバーでやってるんですけど、総勢12名で。そのうちの一人のね、水色担当の方がですね、よくダジャレを言うんですよ。その名をかげ丸と言うんですが、もともとですね、寺蔵さんという黄色担当の方がいらっしゃるんですけど、でもかっこいい、僕は寺蔵さんのことがすごく大好きで、寺チルを勝手に名乗ってるんですけど、寺蔵チルドレンです。マリオカートの大会があったんですよ。あれがすごい印象的なんですよ。アイテムが取れなかった寺蔵さんという図が。なんで自分がマリオカートをするときにアイテムが取れないことを寺蔵ってるとか言ってたんですよ。多分そこからかげってるが生まれたと思いますね。そっと出た瞬間終わったわ、天気はいい。そういう事故があるんだ。すいません。絶対多くの人がやるじゃんそれ。すいません。あ、多くだけに。うわ、あ、多くかげってんねちょっとやめてください。入らない、かげってね、入らないですそれ。いや、入ります。うちの配信ではもうかげってるで、統一されているので。寺ぞってるに続いてかげってるまで。かげってんねー。かげってるっていう日本語はあんのよ。こっちだっけ。ほんとにちょっと不安になってきたな。不安、うわーん、まあ、海に行った方がいいかもね。いや、サバンナがあんまのサバンナ。アカシア村。あ、アカシア村か。あーあーサンマさんおる。アカシアです。あー、そういうこと。はい、甘いね。え、この辺あったかい。タイガバイオームってあったかいんだっけ、ね、いや、ここがあったかいってことかと。あ、違うその穴ではないのよ。ボケの角度鋭角すぎない。お疲れ様です。お疲れ様です。トロリドロセティーセサイケサーセサイヤイソー、ニガマルのお兄さんでしたと。は